社の日本経済新聞です。これから知事定例会見を始めます。終了時刻は11時を予定しています。ご協力をお願いします。まず知事から発表が2件ありますのでお願いします。はい、それでは発表項目を本日2件ございます。1点目は不妊に悩む方への支援についてです。本件では結婚、妊娠、出産、子育ての希望の実現を後押しするためさまざまな施策に取り組んでいるところでありまして、そのうち本日は不妊に悩む方への支援についてご紹介をいたします。不妊治療につきましては、不妊検査、治療経験がある夫婦が 4.4 組に1人と全国的に増加傾向にございます。本県が昨年度実施した調査におきまして、子どもがいない方が希望の数の子ども数を持たない理由として、欲しいができない、不妊治療にお金がかかりすぎるなどが上位を占めています。こうした中で、本県独自の制度として、平成27年度から不妊検査、一般不妊治療費の一部助成を開始し、特定不妊治療が保険適用となった令和4年度からは、先進医療に要した費用への助成を開始いたしました。さらに昨年度からは助成対象を拡充し、先進医療技術の併用に伴って本来保険適用となる治療も含めて全額自己負担となった方を対象に治療1回あたり30万円を上限とする新たな助成を行っておりまして、昨年度における検査から治療までの助成件数の合計は2790件に上りました。実際に制度を活用した方からは、制度があることで選択肢が広がったという声もいただいておりますので、今後も必要な方に活用していただけるよう支援を続けてまいります。また相談交流への支援としましては、広島県不妊相談専門センターにおいて不妊に悩む方々からの電話やメールによる相談をお受けしているほか、妊活セミナーや交流会なども実施しております。県では引き続き子どもを持ちたいという願う方の希望が叶うように取り組んでまいりたいと考えておりますので、ぜひメディアの皆様にもですね、こうした県の支援策について情報発信いただきまして、より多くの方、知っていただかないとご利用がなかなか難しいというのもあるので、支援が届けられるようにご協力をお願いしたいと思っております。続きまして、2点目でございます。令和6年度人的資本経営推進セミナーの開催についてであります。人的資本経営の促進普及に向けて、7月を人的資本経営強化月間として、人的資本経営の理解に対する理解促進を図るセミナーを4週にわたって実施をいたしますので、お知らせをいたします。現在、労働力人口の減少に伴う人材獲得競争の激化や産業構造の変化が進む中で、デジタル技術の活用などによる既存事業の生産性向上、あるいは成長分野への事業転換などを行う必要が増してきているところであります。そのため経営戦略の実現や再構築などに必要な知識スキルを持った人材というのがますます重要になっているところでありまして、変化に柔軟に対応しながら企業の持続的な成長につながる人的資本経営が注目をされております。こうした中で県では今年度から人的資本経営促進課を新設して、リスキリングや働き方改革、女性の活躍促進など、女性の活躍推進ですね、すみません、人への投資に関する施策を集約して総合的に取り組んでいます。7月にはキックオフイベントとして、人の力で勝ちにをスローガンに、多様な働き方やリスキリング、女性活躍などを毎週違ったテーマで人的資本経営の理解促進を図るセミナーを行います。第1週目の7月2日には私も参加しまして、幅広い分野の方々とともに人的資本経営を分かりやすい言葉と切り口で語り合うパネルディスカッションを行い、予定にしておりますので、ぜひ取材をいただければと思います。県では引き続き企業価値の向上に向けまして、人的資本経営に取り組む県内企業の皆様の挑戦を後押しして
表項目は以上です。この件について質問がある者は挙手をして社名を名乗ってからお願いします。なお手話通訳者の方が通訳しやすいよう質問ははっきりとおっしゃっていただきますようお願いします。中国新聞の伊藤です。不妊治療についてお伺いしたいんですけども、お隣の山口県の方は今年度から先進医療を含めた形で治療費の実質自己負担ゼロという形を目指されていましたが、広島県として今後そのさらなる不妊治療のメニューをですね、拡充されるお考えはありますでしょうか。基本的にですね、この今の、なんでしょう、保険外適用というところはですね、先進治療も含めて保険適用外になるときに、全体がですね、自己負担になるので、それをカバーするということで、助成をしているという形になっています。そういう意味では対象にしているんですが、これ従来30万円というですね、この保険適用の前に、設定をしていた上限額でありますので、そこまでを上限とするという形になっています。それを上限額ですね、ちょっと山口県が上限額やってらっしゃるかどうかというのはよくわからないんですけども、我々としては一定程度のカバーをしているというかですね、ご自身で選択をして、自らのその治療に合ったものがを選んでいただけているような状況にはなっているのかなというふうには思っています。ありがとうございます。その他よろしいでしょうか。続いて患者質問に入ります。日本版ライドシェアについてお伺いします。中国運輸局は広島市や廿日市市などの広島交通圏についてタクシー会社の27社がライドシェアへの参入号があると発表しました。そして24日には7社分が許可されました。広島交通圏では金土曜日の夕方から深夜にかけて220両が不足しているなどのデータもありますが、県内のタクシーの不足状況についてどのようにお考えでしょうか。またライドシェアが始まることによる県内経済の効果をどのようにお考えでしょうか。よろしくお願いします。はい、コロナ禍でですね、やはりこのタクシーの運転手不足というのが大きくなってまして、広島交通圏ではタクシーの運転手さんがですね、4分の3に、コロナ前後でですねになっているという状況があります。そこが結果としてタクシーが捕まえにくい状況にあるということにつながっているというふうに考えられるわけですけれども、今回タクシーの不足車両数というのが公開されましたけれども、それはこういったことをですね、データで出せるというようなものなのかなというふうに受け止めているところです。でライドシェアがですね、直接的に県内経済にどういう影響があるかということを、現時点で話すのは難しいですし、なかなかですね、測定も難しいとは思うんですけども、定性的に考えますとですね、ライドシェアが始まって、夕方から夜にかけてまとめ不足をしているという状況が、出ているわけですから、そこが解消されるとですね、住民はもちろんですけども、出張だとか観光で広島に来ていらっしゃる方が、今より移動しやすくなるとか、終電とか終末の後のですね、この夜間の帰宅手段が確保をされるとかですね、そういうことがあると思いますので、外出先での滞在時間も増えて、そういう、商品にもプラスの効果が生まれうるのではないかと、こういうふうに考えています。この件について質問がある者はお願いします。それでは一般質問に移ります。他に質問がある者はお願いします。
みません、読売新聞の記者の岡本と申します。私の方から JR 西日本から相談の持ちかけがあった木次線の件でお伺いしたいことがあります。現状としてその JR 西日本からその木次線の、まあ、その相談沿線自治体に相談していくということでしたけど、説明や協議の相談というものがあったのかというのをまずお伺いしたいです。JR 西日本からその木次線に関する説明というものが県に対してあったのかっていう、今現時点で何かその JR 西日本から説明があったのかっていうのを。これは JR が、まあ、発表されてますけれども、まあ、その時にこういうことを発表したいというお話はありましたので、はい、まあ、そういう意味では、いや、それで今、具体的 なんか日程調整っていうのは、まあ、今、それだけ。今、日程のちょっと依頼が来てるっていう、まあ、そういうことです。はい、依頼っていうのは、具体的にはまだちょっと決まってないっていうこと。日程はですね、はい、現地ではまだ決まっているわけではありません。はい、わかりました。で、その協議、これから、まあ、いろいろ協議されていくことになると思うんですけども、今、実際、芸備線の、まあ、最高値協議会も進んでいるさなかでの、この木次線に対するこの JR 西日本から言及があったことについて、知事としてどう考えているか、お伺いできればと思います。そうですね、まあ基本的にはですね、会見、JR の会見があったときに、コメント発表した通りでありますけれども、木次線というのはですね、広島と島根を結ぶ広域的な鉄道ネットワークに、まあ、今、唯一の路線になっているんですよね。まあ、広島県と山陰地方を結ぶ唯一の路線となっているわけでありますけれども、備後落合で、芸備線にも、を結設しているというところでありまして、でこの芸備線についてはですね、この3月に、再構築協議会の議論が始まったばっかりであるというタイミングだと。で、JR ではですね、できるだけ早いタイミングでその、まあ、相談したいという発言があったわけですけども、まあ、今後JR から具体的な説明があった場合にはですね、本件としては、まあ、その内容を踏まえて、まあ、島根県、あるいは庄原市と協議をして対応を検討することになると思うんですが、まあ、これ以前から申し上げているようにですね、これ次々にこう尻尾を切っていくような話につながっていくんじゃないかということ、まさにこれ起きていくんじゃないかということですよね。ですから、その一部の区間を切り出してどんどん議論するということではなくて、やっぱりまずこの、JR のこのネットワーク全体をどう考えるのかというですね、基本的な考えをやはりしっかりと確立するべきであろうと。まあ、これは国鉄改革の時にですね、事業用の固定資産の承継をして、でその債務についてはですね、莫大な税も投入されているというような批判もあるわけでして、で今 JR の経営状況、まあ、非常に国内でも有数の収益というか営業利益を上げていらっしゃる会社なわけですから、まあ、そういう中でですね、どこまでそのネットワーク全体の維持を図るのかと、それはローカル線も含めてなわけですよね。で、まあ、今後見据えると人口減少とか運転不足というような社会環境の変化をしているで、まあ、鉄道を単に交通の問題ということだけではなくて、中山間地域とか、あるいは将来の国土の在り方というものを見据えてどう位置づけるのかといったようなことをですね、しっかりとやはり整理すると、まあ、全国、まあ、そういうことを含めて、その全国的なネットワークの在り方、方向性について整理をするべきではないかなというふうに、思います。まあ、それをせずにやるとどんどんこういうふうにですね、まあ、すぐに想定されますよね、この木次線、じゃあ次は福塩線、次は何線、まあ、中国地方線があるわけですけど、でまあ、それは中国地方ですけど、まあ、全国にそういうところたくさんあるんですが、どん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 それを減らして、物議にしていっていいのかということがですね、何の
国民的議論もなく進んでいくという状況になっているわけで、それがあまり適切なことは思えないなというふうに思います。はい、すみません、ちょっと関連して直接質問でもあるんですけども、JR としてはですね、その鉄道の廃止損廃をめぐって、やはりその大量輸送できるか、その効果を発揮できているかっていうところが、論点というか争点というふうにされてますけども、市としてはその今後この鉄道の存続損廃に関してどういう視点の議論、どういう視点が必要になってくるのかっていう、もし考えがあればお伺いしたいです。やはりその地域の公共交通としてですね、必要かどうかということだと思うんですよね。で、そのいろんな形態が、それは確かにあります。バス、あるいはそのデマンド交通、タクシーとかですね、いろいろあるわけですけども、本当に持続可能なものって何なんだろうということを考える必要があると思います。でその持続可能というのをどういうふうに社会的に維持をしていくのかということがですね、それは行政でしょというふうに言うのは簡単ですけど、だったらその行政としてですね、財源を確保する必要があるわけですから、それはどうなのかと。で、じゃあでも JR にはよく上位分離方式という話もありますけども、すでにですね大投入をしてやってるわけですよね。でだからもう税金の投入されてるわけですよ、 JR についてはで、そういったことはどう考えるのかとかですね、やはりその上で の事業、事業としての継続、持続可能性が持続可能性というのを考えなきゃいけないということだと。最後に日程調整の件、最初の質問の件で、整理させていただきたいんですけど、JR 西日本からこの木次線の件に関して、県 に対してそういった説明の機会を設けたいっていうので日程調整されているってことですか、それとも何か庄原市であったりとか島根県も交え、鳥取県も交えたそういう協議の場の日程調整がされているっていうことですか。とりあえずですね、会いたいっていう、とりあえず会いたいと。わかりました。すいません。ありがとうございます。その他の質問いかがでしょうか。山陽新聞の平田です。引き続き木次鉄線についてなんですけれども、とりあえず会いたいという話があったということで、先ほども説明を聞いた上で、踏まえた上で考えるということなんですけれども、島根県さんの方はもうすでに面会一応応じる意向だという報道もなされていると思うんですが、今のところのお気持ちとしてはどのように考えていらっしゃるでしょうか。いや、面会を断るということではなくて、今調整しているという。それは面会を応じるか応じないかっていう調整なのか、だからどういった調整になるんでしょうか。日程を調整、でも応じる意向ということでよろしいですか。すいません、大変失礼しました。今、先ほどの夢里さんの質問の中でもあったと思うんですけども、このタイミングで木次線について言及されたということについて、JR 西日本の真意みたいなものを市としてはどのようにお考えでしょうか。いや、それは JR さんに聞いていただきたいと思うんです。その他質問いかがでしょうか。すみません、 NHK の石田です。今木次線のお話ちょっと関連してなんですけど、ごめんなさい、日程調整中というふうに伺ったと思うんですけど、JR 西日本の方からはいつ頃打診されているといいますか、例えば来月中にもとか、そういった、ざくっとでもいいんですけど、目安が分かったりしますでしょうか。具体的な日にちについては何もないです。日程調整の依頼が、というところになります。なんか近くとかそういうレベルだったら何とも言えない。具体的な日にちは何もない。常識に考えて、そんな何ヶ月先の話とかってことはないと思うので、近々ということだとは思います。すいません、参院中央新報社の西小です。同じく木次線についてお伺いしたいんですけれども、とりあえず面会には応じる方向で日程調整というふうな知事の発言は、逆に言うと
コメントにもございましたけど、廃止前提というわけではないというふうに JR さんのご意向を受け止められたというふうな反応、対応になるんでしょうか。今回だからその、面会でですね、何をしたいのかというのをご説明に来られるというふうに理解をしていまして、その中でもし JR さんがいやこれは廃止を前提に相談をしたいんですというふうにおっしゃったらですね、それは応じられませんということになるんだと思います。その場でと、まあ、それはその場でしょうね。我々の基本スタンスとしてはその廃止を前提に相談したいということになったら、それは応じられませんということですから、それはまあそう言われればそうなると思います。あと関連しますのは、やはりの国民的議論、その全体的な鉄道網の議論なしに、やっぱ連鎖反応というところが悪いかもですけど、次から次へローカル線のこういった損壊問題だけが先行してしまって走っていくということについては、知事としては懸念というか疑問をお感じであるというふうな認識でしょうか。いやいや、もう本当ですね、はい、ありがとうございます。中国新聞の河野と申します。ちょっとまず、木次線のところでちょっと1個確認なんですけども、先ほどの質問にもあった通り、廃止を前提とした想定には応じないということは、基本的に知事は利用促進の話をしていきたいというお考えという考えでよろしいですか。いや、利用促進の、いや、それは JR さんが何とおっしゃられるかということを、我々今受け身で待っているところなので、我々から、いや、利用促進の話をしていきたいというふうに申し上げているわけじゃないので、まずは JR さんの話を伺っていただきます。まあ、利用が低迷しているという現状がある中ですね、まあ、利用促進というのは何かしら考えないといけないという現状ではあると思います。その辺についてはいかがにお認識でしょうか。ああ、それはまあ常に我々も考えていることですし、そこは経済も含めて、まあ、現実的にその木次線だけというのはあまり考えにくいところなんですよね。特に広島県にとってはですね、駅の数も限られてますし、なんかそこだけピン押し合いから美濃原までとかですね、そこだけなんか促進しますみたいなことは考えられませんから、警備線との連接であるとか、あるいはその当然、まあ、島根県側までのこのつながりの中でそれを考えていくということだと思います。わかりました。すいません。あと、まあ、先週ちょっとご質問したソウル・広島のことについてちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、2017年に移転を検討するときに、3件の物件から折り鶴タワーっていうのを選んでいますが、その選定作業がまあ適切だったかどうかっていうのをちょっとご認識をお聞きしたいと思います。それが適切だと思っております。先週ご決定ではちょっとそうです、寂しかったんですけど、まあ、最も高い物件ということでですね、まあ、行政としてはやはりコストを抑えていくというのも大事なことだと思うんですけども、なぜ高い物件を選んだのかというところはどうご認識されてますでしょうか。それについてはもうすでにですね、事務的にもご説明をしていると思うんですけども、まあ、3つ、比較検討の対象が上がってきまして、その中で、いろんなこの機能面の評価とかですね、まあ、多面的に評価をした上でですね、折り鶴タワーというところに、決まっているわけですね。で、まあ、一つはまあ、そもそもその要件として、まあ、交通の利便性が高い、まあ、県内各地から集まりやすいということとですね、相談事業とか研修実施のためのスペースができるとかいったようなことを、ベースに、まあ、3つ物件を選んだわけですけども、まあ、機能としてはですね、高齢者とか障害者とか子育て世代に配慮されたおむつ替え台とかですね、オストメイト対応の多目的なトイレがあるとかですね、大人数の研修でも受講できるようなスペースが取れるというかとかですね、まあ、夜間講座なんかもあるので、その開館時間を延長したときにですね、フロアがまあ、ワンフロアで絡んでよいかといったような、まあ、そういったことをですね、比較評価した上で、もう移ったわけ、まあ、総合的に評価をしているということです。はい、その結果はもう移るにしたということ
であります。あと1個だけ、知事は以前の記者会見で、まあ、平和というのが理由ではないというふうに説明されてたんですが、まあ、資料では平和を希求するミッションというのを重視して選んでいるようなことが当時の資料ではあるんですけれども、結局平和というのを重視されて選んだ折り鶴タワーというところを選んでいるのかどうかというのをご確認させてもらいますか。まあ、これはですね、まあ、女性団体の方から設定要望が出されているわけですけれども、まあ、我々としてもですね、もちろん、まあ、実際にですね、この、その活動として、被爆体験の講話だとか、平和に関する意見交換だとかですね、その英訳版の被爆証言集を発行するとか、まあ、いろんなそういう平和に関わる活動もやっておられまして、まあ、それを、まあ、そういったことも踏まえてですね、そういう要望が、まあ、出ているんだと思いますけれども、そういった活動だとか思いというのは、まあ、それはそれなりに尊重すべきものだというふうに受け止めているわけですけれども、まあ、結果としてそれが唯一のなんとかとか、それがトッププライオリティで決めたということではなくて、先ほど申し上げたようなですね、その機能とか、あるいはを含めた、この総合的な評価で決めたということです。ありがとうございます。はい、そろそろ最後の質問としたいと思いますが、いかがでしょうか。中国新聞の永井久です。日本製鉄呉地区の跡地について、まあ、その場の日鉄呉市との三者協議や、まあ、防衛省を加えた四者協議について進展か、まあ、動きがあれば教えてください。お願いします。はい、残念ながらですね、進展の動きも、ございません。わかりました。最後まだ質問ありましたら、すいません、読売新聞の岡本と申します。宿泊税に関して23日に市町との協議があったと思うんですけども、まあ、囲み取材にも応じていただいたので大体の話は聞かせていただいてるんですけど、どういったその各市町から反応があった、まあ、その反対意見とかもあったりとか、そのどういう反応があったのかっていうのがあればお伺いできたいです。はい、反対ということはなかったと思うんですけれども、まあ、宿泊税導入に対する期待はもちろんありましたし、不安の声というのもそれであったというふうに、聞いているところです。期待する声としては、まあ、市長でも観光振興に関して独自の課題というものがあるので、そういった課題の取り組みに宿泊税を活用させてもらいたいというような、これは前向きなご意見だと思いますけれども、まあ、一方で、この今後具体的なスケジュールだとか使途といったものを早く示して、市長とか事業者への理解が得られるように、まあ、急ぐことなく丁寧に進めてほしいとか、まあ、ビジネス客などに課税することに負担感があるというような懸念であるとかですね、導入に伴って宿泊事業者に事務負担が増えるんじゃないかというような懸念とか、修学旅行を、まあ、それを含めて学校行事とかクラブ活動といったスポーツなどですね、この学生等への配慮といったような意見とか要望が出たということで、まあ、これも全て必ずしも不安の声であって、だからやめてくれということではなかったというふうに思います。まあ、いただいたご意見を踏まえて、まあ、今後も市長のご意見を丁寧にお伺いしながら、使途であるとか制度の具体化の検討を進めていきたいと考えています。わかりました。なんか何月の議会までにこう条例案をみたいな、そのスケジュール感っていうのが固まりつつあるのかっていうのとか。それはまだちょっと。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、
これで知事定例会見を終わります。次回の定例会見は6月11日火曜日の10時30分から予定しています。ありがとうございました。